日立山と二代梅型に立ち合いを指導する23世、吉田追い風23世、吉田追い風から1939年9月12日は、相撲の行事。吉田塚酒の23代目当主。本名は、吉田義門。1855年、肥後国に生まれる。1871年、16歳にして、吉田塚酒を継承し、 1878年の14代横綱境川に横綱免許を承認した。以来1938年の35代横綱双葉山まで61年にわたり23人の横綱に免許を与えた。1877年の西南戦争では西郷軍に従軍したが降伏して政府側に捕らえられた。この頃五条家が小野川八人。 高越山と横綱免許を発行していた。1876年には、五条家が東京の境川にも横綱免許を出し、相撲会所とも疎遠であったため吉田家は承認したが、免許状を出せない状態だった。吉田司家の手になる、相撲古実の下に運営されていた、相撲会が、バラバラになり始めた。また、当時の文明開化の風潮で、相撲禁止論を唱える、 政府要人もいたが、全門は1882年に上京して、年寄りあり津行寺、大関を集めて、相撲の古実をよく守るように指導、手回しをしつつ、警視総監の蒲山助のと面談、相撲禁止論の打破を唱えて、お墨付きを得た。1884年、初代、梅方に藤太郎が横綱免許を吉田塚先から受けることを希望した。このために、 五条家と吉田家の同時免許が出され、吉田家は復権を果たした。五条家は、京藩にこだわったため、1896年、小西家に横綱免許を発行したが、影響力もなく、免許は、構成ほとんど話題にもならなかった。上方が東京との合併工業に依存した状況で、再び、吉田家が、唯一の、相撲の家の地位となった。 1909年の国技館会館の折には片や、開校のゴンに三段化前の内輪も取る。以後も、皇族の相撲観戦の土に隣席した。1925年8月、相撲協会取締の出羽の海梶之のから、協会の財団法人化申請で相談を受けていた。前門は、養殖の一部を相撲協会の外部から招くよう、助言した。同年12月文部大臣、 岡田良平から財団法人の認証を受けた。会長には陸軍大将福田正太郎理事長には元陸軍主刑中将広瀬正則が就任した。1939年死去。去年85。ありがとうございます。